皆さんこんにちは、岡本芳樹です。今日はですね、あんまり思い出したくもないんやけど、ゲームリパブリック号の沈没の謎についてですね、ちょっと語ってみたいかなと。タイタニック号みたいなもんですからね、僕にとっては。今から17年ほど前、僕が大阪のゲーム会社 C 社の専務をですね、退任して意気揚々と立ち上げたゲームの開発会社になります。資本金は1億円弱、従業員は最高320人。最初はまあお仕事いただけたのは SC さん、ソニーコンピューターエンターテインメントさんからだけだったんですけども、まあ、その後徐々にこう広げていきまして、拠点もですね、東京も何か所かあったんですけど、札幌、東京、名古屋、大阪と開発拠点を持ちまして、そちらでこう優秀な人材を多数採用してゲームの開発を専門にやっておりました。順調そうに見えるゲームリパブリックがなぜ沈没したのかという話を今日はですね、赤裸々に語ってみたいと思います。最終的にはですよ、リーマンショックというですね、氷山にぶつかってしまって沈没しましたという話を短く言うとですよ、説明させてもらってると思うんですけど、実際はですね、この船の内部での抗争のようなもの、権力争い、自分たちの立ち位置取りみたいなのもありまして、なかなかにね、実は厳しい会社で、最終的には、氷山にぶつかったもんねっていうことにはさせてもらってますけど、本当は沈むべくして沈んだ船だったんじゃないかなと僕は思ってます。で、これを語るとね、だんだんね、ちょっと気分がね、落ちてきて。明るい口調ではね、喋れないんですけど、開発スタッフの、ほとんど開発の人間だったんですけど、ね、DNA が違うっていうんですかね、元セガとか元カプとか言うんですよ、元ナムコ、元スクウェアエニックスで、どこそことどこそこ経験みたいなのが2社で、もっと下請け、もっとちっちゃいところとか、いろいろな人がこう混ざり合ってるんですけど、そこで自分たちの立ち位置争い、外部に向かってこう自分たちの力を発揮してほしいんですけど、内部のマウンティングが始まるんですね。なんやかんや言ったって3分の1ぐらいは元カプのメンバーだったと僕は思ってるんですけど、そこに元ナムコ、元セガ、元タイトー、元スクエニみたいな、元なんちゃらみたいなのがずっと並ぶ。その人たちの、スクエアではそんなやり方じゃなかったです、ナムコではそうじゃなかったですっていう意見のぶつかり合いが起こります。もっとどこそこもいいですし、俺らのやり方は違ってたもいいんですけど、本来それを言う必要性はないというか、頭にそれをつける必要はなくて、でこういうやり方の方が良くないですかでもいいと思うんですね。いろんなことが起こります。どうなるかというとですね、みんな妥協してる気持ちになる。例えば僕が元カップのやり方で行くよと全部言い切って、これで行くんだ、それ以外一切聞かないんだと言えばですね、僕以外全員が妥協するわけですよ。でも違うんですよ、僕も妥協する、誰々さんも妥協する、全員が妥協してる。結局俺の思ったようにやらしくれへんわって全員思ってると思うんですよね。でそれが一社じゃないから、たくさんの会社からたくさんの人がいろんな部分の長をやっててぶつけ合うから、意見はぐっちゃぐちゃになるんですね。しかも統一性がないんですよ。ここの部分はナムコさんのアイデア、ここの部分はスクエニさんのアイデア、ここの部分はタイトさん、ここはセガ、ここはカプコ、こういう組み合わせになるわけです。で全員が1回聞いてもらったら、5回も6回も人の言うこと聞かなかったんですよ。そしたら自分のは通った気がしないですね、アイデアは。自分のやり方っていう過去にこう培ってきたノウハウみたいなのはほぼ否定された気持ちになり、結果人の言ったことを渋々やってると全員が思う。これね、全員が思うとか一番損だったと思うんですよね。今やったら俺のやり方に合わせてくれって言うと思うんですけど、その当時は SC さんのやり方っていうのもありますからね、所詮下請けなので。で、他の会社からも受けるんでそうなりますと。そういうことで内部だけでもごたごたしているというか、うまく統率が取れていないっていう状況になってますと。その中にありながらですよ、さらにお仕事をいただいている先、つまりその SC さんだったりするいろんなところからいただいてますけども、そちらから担当のプロデューサーという人が来られるわけですよ。この担当のプロデューサーがやっぱりこうしてほしいって自分の意見を言うんですね。どこの会社でもそうなんですけど、営業のおっちゃんも必ずわしこういうアイデアを考えてるの、これ入れといておけんかって言うんですよ。いらんねん、もうそうでなくてもごたごたしてるところにプロデューサーが来てまたごたごたさせる。本人がまとめるつもりで来てるんやけど、僕からするといらん意見が入ってくるっていう。やっとまとまりかけてたのにまた揉めるみたいな、遠の昔に捨てたアイデアやんと思ってるやつをまた持ってくる人がいるみたいなのを繰り返しですね。その繰り返しが会社を疲弊させていきます。全員がモチベーションを高く持てなくなってくるんですね。
っていうのがまあ精神面の話で、次が収入面の話になるんですけど、これね、仕事がねなかなか取れなくなります。理由、ヒット作がないから。今まで説明したような内容でゲーム作ってて、ゲームが売れるんかって、売れないんですよ。売れなくなると何が起こるかって言ったら、お仕事の間が空くようになる、なかなか取りにくくなってくる。お仕事が取りにくくなってくると無理をせなあかんくなってくる。ちょっとこれは受けたくないような仕事やったけど受けとくかみたいな話になってくる。これがねだいぶ首を絞めるんですよね。うちのゲームリパブリック号は氷山に当たりましたと、リーマンショックという氷山に当たったので最後沈みましたって言うんだけど、これ氷山に当たらんでもですね、いずれ沈んだ船やと僕は思います。内部崩壊で、これからねゲームの開発会社を立ち上げたいとか、まあ、ちっちゃくでもやっていきたいと思っている皆さんにはですね、気持ちのこう通い合ってる仲間だけで始めてみてはどうでしょうかと。僕みたいにこう急いで大きくすることはお勧めしてません。先ほど説明したような理由になります。これ、ね、本当に辛いですから、あちらを立てればこちらが立たずということの繰り返しになります。通すなら自分の意思を社長がビシッと通すか、プロデューサーなりディレクターを雇っているんであればその人の意思で全部まとめていくと決めるか、何らかの形で筋を通した方が良いと僕は思います。人差がないっていうのは本当に致命傷で、柱がないってことね。自分たちの心の支えとなる柱もないですし、売上の支えとなる柱もない、どちらもないんですね。大切なことはですね、自分たちが会社を立ち上げて一番最初にやらなければいけないことはヒット作に関わることです。自分たちが出したブランニューのタイトルが当たるのはもちろん理想的ですけども、他社さんの下請けであろうとも何でも結構でございます。必ずヒット作に関わること、一作目からヒット作っていう、これが売れてたんやっていう、まあ、理想ですよって思ってると思うんですけど、でもねこれができないときは逆に言うと、独立したり起業しない方がいいと思いますって意味なんですよ。本当に難しいことだとは思ってますけど、今の会社でお仕事をしながらちゃんとそういうコネクションができて、じゃあ俺が退職して会社を起こしたときにはこういう仕事を回してあげるよみたいな、本当ですか、こんなアイデア、あそれじゃ本当に独立すればぐらいの話があって初めてするべきであってですね、えいやドン、おい行けるんちゃうか、行こうやってみよう、よっしゃしゃ行こう行こうみたいなのはうまくいかないです。ぜひですね、皆さんには最初からヒット作に関われるっていう条件を作ってからですね、十分に準備をしてから独立していただけたらなと思ってます。まあ、僕の準備不足がそういう結果を招きました。僕の決断力の甘さがそういう結果を招きました。皆さんには同じ失敗をしてほしくないですというようなことが今日は伝えたかった。まあ、ゲームリパブリック沈没の謎についてはですね、まだまだいっぱいありますので、いろいろ話をしていきたいですし、まあ、僕がどんな生活をしてたのかみたいなね話も、今はちょっとお金持ちですよってちゃんと言ってますけど、その頃はすごい貧乏でしたよっていうね、その貧乏話も皆さんも興味があるんじゃなかろうかと思っているので、やっていこうかと思ってます。今日みたいな話とか、まあ本当はこんなことが聞きたいねみたいなことがあればですね、ぜひコメント欄から質問など、こんなことに対して詳しく話してくださいとかですね、逆に、この話全然聞けてないんだけどちょっと聞かせてくれへん、僕これで悩んでるけどどうやみたいなことまで言っていただけたらですね、僕の方でなんとかそれを拾ってですね、皆さんにお伝えしていけたらなと思ってますんで、よろしくお願いします。今日はこちらまでになります。バイバイ。モンゴイカです。トリュフとかウニとかないの？ウニ、ウニのしたりしないの？うん、もっと美味しくしてもらおうと思ってウニのせでも安いからね、エールパン、はい、どんな感じになります？ちょっとわがまま言ってしまう、うん。